はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴ忍者GOの忍者バトルファイター70650です。中には部品の袋が3つ、パーツ数は181個です。シールシートが1枚、そして説明書が1冊入ってました。それでは早速組み立てていきます。はい、完成です。まずはカイです。忍者服を着てて刀を2本持ってます。片手などはありません。マスクの下はこの顔になってて、この顔はこの笑った顔に変えることができます。2人目はジェットジャックです。後ろのジェットパックからジェットを出して飛ぶことができます。また翼をこうやって動かすことが可能です。手にはサンサの槍を持ってます。次に造形セットです。メルジーナの牙で作った剣が置いてありますね。後ろの羽は特に意味はなくて、おそらく飾りだと思います。ちなみに武器の予備パーツがこんなにあって、つかも余ってるので、もう一本ドラゴンの剣みたいなのを作ることができます。そして忍者バトルファイターです。設定ではバウンティー号の残骸から作ったらしいです。アニメでも同じような形の機体が出てきましたけど、忍者メカではなくてドラゴンハンターたちのもので、こんなに綺麗ではなかったですね。ちなみに意外に大きくて、翼の先端から先端までは約26センチあります。機体としては面白い形をしてますよね。ですけど意外にかっこいいです。フロントにはプロペラというよりもファンみたいな部分があって、こんな風に回すことができます。でその横にスタッドシューターが2門ついてます。ということで、それぞれ上のグレーの部分を押せば、こんな感じで弾を飛ばすことができます。さらにそのスタッドシューターの下にスプリングローディドシューターも2門ついてます。ということで、この後ろ部分を押せば、こんな風に連発することも可能です。この機体にはシューターが4つもついているので、武器周りはとても充実してますね。で、その後ろにあるのがコックピットですね。コックピットの風防はこうやって開けることができます。前の部分はエンジンですね。で、ここにモニターがついてて、その後ろにミニフィグを乗せることができます。もちろんこのまま風防を閉じることが可能です。前から見るとカイの顔がしっかりと見えます。かっこいいですね。座席は一つのパーツではなくて組み合わせてできてます。よくできてますよね。で、この時カイが持ってた黒い刀を翼の上につけることができます。これでなくす心配はないですね。
それからコックピットの後ろにはまたエンジンみたいな部分があって、下からはゴールドのマフラーが2本伸びてます。豪華ですね。そして尾翼をこんな風にちょっとだけ角度調整することが可能です。さらに一番後ろにグレーのタルパーツがついてるんですけど、おそらくこれはエンジンノズルだと思います。こうやって見るとジェット機っぽくてかっこいいですね。このセットのパーツ数は181個です。以上、レゴ忍者GOの忍者バトルファイター70650を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。